先行隠れモンスターエスカイネ高校チャレンジャーボンズ DJ セロリカンマセフリースタイルモンスター準備はできた隠れモンスター俺がエスだ全て名乗らずともわかるが勝手に声が鼓膜についてた追い抜く男が俺と共に進化をしてくあんたと迎え撃つ覚悟を持つモンスターさあどう返す We don't stand隠れモンスター隠れるなら歯隠れ雲隠れのボンズケブマークマイクエントランスゲットマーク円のマークチャリオッケーノペインのゲーお前のことも全部知ってる白子いな裏で嘘ばっかついて白子にはポン酢でボンズがクイッとなただの円のマークじゃサイファー止まりだぜ CD に落とせ俺は形あんたからもらった引き金サウンド俺は何作出した今日の何年か全て積み上げてきたキャリアが物語るそれに前に進むため初戦でとどめそれで終わりだぜ、yeah.終わりは来ない鐘が鳴る踊り狂うシーウォークお得意緊張してる神々緊張る塗りまくり殺風景のお前に眼中ねおいジブさんこんなやつ呼んでんじゃねえレコがなんで呼ばれてねえんだふざけんじゃねえぞお坊ちゃん終了さあそれでは判定に入りたいと思いますレッツお願いします。クリティカル5対0勝者チャレンジャーボール見事、1本目クリティカルでボンズの勝利となりました。ボンズ の, その表現の多彩さ使ってる言葉のいろんなあの表現の色合いみたいなものがやっぱりキラキラしてたっていうことですね、うん、でそれを見ててなんかこっちが楽しくなってきて、まあ、ついついこっちに入れちゃうっていう、うん、こういう人ボンズみたいな人を調子に乗らせないようにしないとちょっとヤバいことが起こるかもしれない予感があります。はい、モンスタールームつないでみましょう。モンスタールーム、まあ、SKY ねもう1試合あればまた流れ変えていけるとは思ったんですけど、まあでもやっぱ最後ボンズが最後にレッコちゃんの名前を出したんでずるいなと思いました。ハンニョルーム行ってみましょう。ハンニョルーム、今のねレースすごかったね。あ、俺ね、あのね桜井町つんだけどね地元で山田って言われてんだよな。うん、じゃあ占っちゃおうかな次のねレースね。うーん、かけちゃおうかな。これねモンスターにね国家予算、チャレンジャーに2ペソ。2ペソきた。来ましたね。ということでスカイね残念ながら一発食らっちゃったけど、そうですね、もうボンズ君のパワープレイに飲まれたって感じがしたんで、もう自分もここで悔いなしって感じです。隠れモンスターエスカイネ、ボンズの気迫に飲まれ無念の敗退。まずは10万円獲得です。ここでやめても構いませんが、次のバトル勝てば賞金20万円のステージ。2ペソしかかけられてないんでやめましょうかね。おっと、ねえ、現金主義でいきます、それとも給付金代わりに持って帰らない代わりに何にかけるか自分にかけるのでいきますよ。オッケー、では行ってみましょう。次のモンスターはこいつだ。モンスター召喚。最強の妖怪さて、2人目のモンスターは入道です。夏のあの噂のミツフェスの前の日にバトルで負けちゃってるので借りを返したいなと思っております。はい、自分もいろいろ借りがあるんで全部返します。対戦相手について聞いてみると、熱い男ですよね、すごく大好きです。イメージ的にはやっぱまあそう男臭いやつと男臭いやつが当たるから、まあどんな展開になるかは分かんないですけど、前やった時もやっぱお互いすげえなんだろうな語り合ってるような
そこからなんか対話していくっていうのが、うん、見受けられるので、なんかそうならないように本当にバトルとして今回はあの戦いに来たので、爪痕残すとかじゃないんで、あの普通にあのボコってやろうかなと思ってますよ。まあ、妖怪にはね、まあ、煙幕で退治しようかなと思って、うん、煙玉でも投げつけてやろうかなと思って、まあでもゆるりとかわされた時には山賊薬味ってのがあるので、ね、薬味でスパイスかけて食べてやろうかなと思ってますよ。ボンズさんが一番自分はちょっと山かなと思ってますね。まあ、向き合った時の圧っていうのが一番、その戦う前からそのボンズさんのバトルとか僕見てて、一番この人はやりたくないなっていう、面と向かいたくないなっていう、そのシンプルなのがあって、今回来る6人のチャレンジャーって知ってから、まあボンズさんぐらいしかイメージしてなくて、自分が当たるイメージというか、一番そこが山になるのかなって感じですかね。では行ってみましょう。 DJ セロリービートを聞かせてください。チャレンジャーボンズ先行後攻、どちらを選びますか？ここで OK。 先行モンスターワニュード、後攻チャレンジャーボンズ、 DJ セロリーカマセイ。